コロナー。コロナーは、スイス出身のヘビメタルバンドと、同国を代表するスラッシュメタル系グループとして活動していたが、1996年に解散、2010年以降から、約15年ぶりに再始動を果たした。音楽性は、スラッシュメタル、プログレッシブロック、インダストリアルメタル、ジャズなど様々な要素が混ざり合った高度なテクニカル、スタイルが特徴。 そのアルバムを重ねるごとに、よりプログレッシブのクオリティを増していった彼らの音楽は、スラッシュメタルのラッシュとも評された。コリナーは当初、ドラマーのマーキー・エデルマン、ギタリストのオリバー・アンバーグを中心に、1980年代初期に、スイスのチューリッヒで結成された。最初のラインナップは、マーキー・エデルマン、ギタリストのオリバー・アンバーグに、ベーシストのフィル・ポズクタイ、 ボーカリストのピート・アッティンガーに加えた5人編成で、当時はその後のコリナーとは全く違う種類のヘビメタルを演奏するバンドだった。しかし1985年初頭にバンドは解散。その後、マーキー・エデルマンはメンバーを募集し、ギタリストのトミー・ベッターリ、ベーシストのロン・ブローダーの3人で、同年、再びコリナーとして活動を始めた。 なお、1996年の解散までの間、マーキー・エデルマンは、マーカス・マーキー、トミー・ベッターリは、トミー・ティー・バロン、ロン・ブローダーは、ロン・ロイスというアーティストネームで活動した。1986年、コリナーは、この3人のラインナップでの初めてのデモとなる、デスカルトをリリース。このデモでは、同郷であるケルティック、フロストの中心人物トム・ジー・ウォリアーが、 数曲ボーカルで参加した。当時、コリナーは、ボーカルがおらず、バンドは、ボーカルとセカンドギタリストを探しているところだった。1980年代のチューリッヒには、ヘビメタルを志向する若者が集う、いわゆるヘビディスコと呼ばれた場所があり、そこでお互いに知り合ったりバンドを、結成するなどしていたという。その中には、ケルティック・フロストもおり、 毎週のようにそこへ出かけていたマーキー・エデルマンはトム・ジー・ウォリアーとも懇意だったという。そしてこのレコーディングの際に初めてトム・ジー・ウォリアーのボーカルを聴いたロングローダーは彼のその独特のボーカルスタイルに刺激されそれが彼が歌うことを試み始めた理由の一つともなったという。そしてその後ロングローダーがコリナーのボーカルも担当するようになった。この他にもコリナーと ケルティック・フロストのつながりは多く、初期コリナーのメンバーだったオリバー・アンバーグは1989年にケルティック・フロストに参加し、でギターを担当。またマーキー・エデルマンは1980年代、ケルティック・フロストのツアー時にローディを務めたことがあったり、トム・ジー・ウォリアーがケルティック・フロスト解散後1995年に結成したのでビュー EP となるに参加するなどした。 完成したデスカルトを世界中のレーベルに送った結果、様々なレーベルからオファーを受けたコリナーは、ケルティック・フロストと同じくドイツのノイズと契約した。1987年、ファーストアルバムをリリース。バンド自らその音楽性を、プログレッシブデスメタルと表現していた通り、主に詩に関することをテーマとした、ダークで、そしてジャズやクラシックなどの音楽要素も取り入れた。 複雑でプログレッシブなそのスラッシュメタルサウンドは高く評価されヨーロッパで5万枚以上のセールスを記録した続く1988年にはセカンドアルバムをリリーススピードへの強いこだわりを感じさせる楽曲はスラッシュメタルらしさを強く感じさせながらさらに複雑さを増した楽曲と流れるようなトミーベッターリのギターソロなどに見られる音楽的な要素は 彼らのさらなる音楽的発展の可能性を感じさせた。コリガーはアルバムの最後に実験的な曲を収録することがよくあり、このアルバムでは実験的アレンジによるジミフェンドリックスのパープル、ヘイズのカバーが収録された。1989年にリリースされたサードアルバムでは前作より音質が改善され、また楽曲もさらに複雑さを増しながらも、 ソングライティングやアレンジは成熟を感じさせるものとなった。アルバムの最後に収録されたラストエンターテインメントはアトモスフェリックなシンセサイザーとギターリフが響く中、エコーのかかった朗読が流れるというアンビエント的要素を取り入れた実験的なクロージング曲で、こうした先進的な実験の成果が自作で大きく実を結ぶことになる。 バンドは1989年9月からクレイターと共に US ツアーを行い、1990年から1991年にかけてノーモアカラーツアーとしてヨーロッパを回った。またその間にベルリンの壁崩壊後のベルリンでセラシニーストとして行われたライブにクレイター、タンチャード、ラと共に出演。この時の模様は同年ノーモアカラーツアー90。 ライブインイーストベルリンとして VHS 及びレイザーディスクでリリースされた。またこのフェスティバルの模様はコンピレーションデュームズディニュースイー・セラシンイーストライブとしてリリースされた。1991年バンドはホースアルバムとなるをリリース。このアルバムで彼らの創造性、独創性は大きな開花を見せた。型にはまらない独創的なソングライティング。 効果的に配された SE、ジャズやプログレッシブロック、インダストリアルメタルなど様々な要素と混じり合い、複雑に展開しながら、それを卓越した演奏力とアレンジでタイトにまとめた運動は、スラッシュメタルの枠を超え、アバンギャルドスラッシュというべき領域へと踏み込むものとなった。また、当時デスメタルのアルバムを多く輩出し、その中心地的存在だった。 アメリカのフロリダ州タンパノでトム・モリスによってミックスされたそのサウンドは非常にクリアで洗練されたものとなった。アルバムの最後にはビートルズのアイ a n ンというのカバーを収録。商業的に大きな成功を得るには至らなかったが、このは、エクストリームメタルの傑作の一つに数えれている。アルバムリリース後と共にシャドウズ・オブ・ザ・ダークサイドツアーとしてオランダやドイツを回った後、 ニュークリアーサルトやパニックと共にアメリカツアーを実施。翌1992年にはイタリア、フランスなどでライブを行った。1993年、バンドはフィフスアルバムをリリース。前作でもシーケンサーのように正確なリズムや SE などによってインダストリアルメタル的なニュアンスを多分に感じさせていたが、このアルバムではさらにそうした要素が拡大。スローで、 グルービな楽曲を中心に、サンプリングや SE を多用し、パターンの反復や曲の長尺化など、プログレッシブでアバンギャルドなその音声をさらに推し進めた、これまでの集大成的な作品となった。マーキー・エデルマンによれば、こうしたサウンドの変化は、数々のライブを経る中で、どういうプレイが自分たちにとって楽しいのということを、次々に発見したことや、 ライブの中で、より聴衆との相互作用を生み出したいと考えた結果、生まれてきたものだったという。こうした大きな変化を受けて、これをバンドの最高傑作とする評価と、受け入れられないとする評価と、このアルバムは賛否両論を呼ぶこととなった。不幸なことに所属レーベルであるノイズがコリナーへの関心を失ったことで、バンドは十分なサポートやマネージメントを受けられない状況となり、 バンドはこのアルバムのリリース直後から解散することを考えていたという。アルバムリリース後、バンドはグリーンツアーとしてヨーロッパを回った。翌1994年もフランスやスイスでライブを行い、1995年の末、これまでにリリースされた楽曲から選曲された曲に未発表を加えたベストアルバムをリリースした。 収録された新曲は、の楽曲をさらに実験的に進化させたものとなった。その後、このアルバムは、レーベルとのレコーディング契約を履行する他に、リリースされたもので、バンドがこの年の初頭に、すでに解散していたことが発表された。1996年、バンドは、ヨーロッパ数カ所を回る、フェアウェルツアーを行うことを発表。このツアーの会場限定で、 未発表曲や1995年9月23日のチューリヒでのライブを収録したカセットテープが販売された。解散後、トミー・ベッターリはクレイターに加入しの2枚のアルバムに参加。また1994年にはクロウカスやメコン・デルタなどで知られるドラマーのピーター・ハースと共にクラフワークを結成しており、1995年に ナイト・オブ・ザ・ビニール・デッド・レコーズから EP クラフ・アークをリリースした。また2005年からはスイスのニューサウンド・スタジオでプロデューサー及びエンジニアを務めている。マーキー・エデルマンはトム・ジー・ウリアーノに参加。また2005年にはテクノプロジェクトなる傷として EP ベイクト・ボーイス・スクッズをリリースした。ロングローダーは音楽業界から離れたと伝えられた。2005年3月になって トミー・ベッターリが、プロデューサーのニール・カーロンが主催するフェスティバルに、コリナーが参加できる、可能性がないか打診されたことが伝えられ、コリナー再結成への期待が高まったが、後に撤回され、再結成は実現しなかった。しかし、それから5年後の2010年6月初め頃、69、チェンバースの一員として、ライブを行ったトミー・ベッターが、ライブ終了後に、 コリナーが再結成すると発表したことが伝えられ、その後正式にコリナーがオリジナルメンバーで再結成し、2011年のヘルフェスト、ブラドスタック、デスフェストに出演することなどが正式発表された。活動再開後はコンスタントに様々なフェスティバル等に出演するなど順調に活動を続けていたものの、コリナーを立ち上げ、 これまでそのほとんどの詩を書いてきたマーキー・エデルマンが14年2月をもって脱退し、その後は新たにドラマーを迎えて活動を継続することが発表された。同年5月、パガニーニやサイレントメモリアルのメンバーであり、トミー・ベッターリと同じく69チェンバースのメンバーでもあるディエゴ、ラパキーティが正式に加入したことが発表された。同年6月からバンドは初めてとなる。 オーストラリアツアーを行い、翌2015年には、ブラジルやメキシコ、コロンビアなどを回る、ラテンアメリカツアーを行った。2016年、2011年から2014年までの、マーキー・エデルマン在籍中のライブ映像や、1990年リリースの、ノーモアカラーツアー90、コンピレーション CD などを含む、オリジナルメンバーでのコリナーの集大成となる。 コンピレーションボックスセットオートアップ C をリリース。そしてソニーミュージックスイッツランドと新たに契約し作品をリリースする予定であることが発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。